いよいよ収録です。はい、ペギちゃんです。さあ、今日お天気に恵まれておりまして、歩いてたらちょっと暖かくなってきました。で、今日はですね、変化をテーマにリポートしているんですが、今日はですね、いつも阪急電車を使ってるんですけれども、阪急宝塚駅から JR に乗り換えて中山寺駅で下車しまして、そこから南に行くと10分ほどのところにあります、コマショー株式会社さんという会社に今来ています。で、中山寺が本店の菅屋さんはご存知ですか？菅屋さんのすぐ近くにありました。でですね、すごく大きなお店で、白いあの壁の建物に黄のね、看板にですね、コマショーとローマ字で黒文字で書いてあって、もうすごくおしゃれだなと思って、すぐ分かりましたよ。で、側面はですね、壁が道路面がですね、一面ガラス張りになってて、なんか素敵なお宅が見えるんですよ。で、中に入ってみたらショールームになっていまして、今そのショールームの中からリポートをしていきたいと思います。はい、では今日はコマショー株式会社代表取締役の駒走り則久さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。じゃ、よろしくお願いします。でもすごいたくさんの方に見守られながら、では今日は、はい、こちらのコマショー株式会社さんリポートさせていただきます。ではまずこちらの、はい、コマショーさん、どういったお店なのかご紹介いただけますでしょうか？はい、お家のリフォームをする会社ですね。なるほど、はい、わかりやすい。お店のこだわりを教えてください。お客さんが結構ゆったりしてもらえるようなお店作りをしてます。なるほど。例えば時間をもう忘れるぐらい。だから商談してる時にもう2時間3時間折れるような、そういう空間作りをしてます。はい、確かにこちら今そのショールーム内でお話を伺ってるんですけれども、木の香りだったりすごく綺麗な内装になっているので、本当に何て言うんでしょう、ここでずっとお話できるような感じですよね。ではそんなコマショー株式会社さんなんですが、お家のリフォームを主にされている会社だということですけれども、そのリフォームメニューについてご紹介いただけますか？そうですね、基本的に新築とかはやってなくて、はい、工事の、リフォームです、うん、リフォームをやってて、特に水回り中心、例えばキッチンとか、お風呂とかトイレとか洗面所が絡んだそのリニューアル工事をやってます。これ今どこ見て喋ったんですか？私の方を見て喋っていただけたら。止まってるんですよ。あ、なるほど。空き家を購入されて、でその空き家のリフォームをしたりとか、初めてその家を買われる方が新築じゃなくてその中古物件を買って自分の思うようにリフォームするような、はい、案件が多いですね。はいはい、その中で水回りが多いってことですか？そうですね、水回りを含む大工さんも絡むような工事、床の張り替えとか、クロスの張り替えとか、外壁塗装とか、そんなも含めて全部。あ、なるほど、はい、じゃあそのリフォーム的には部分的なその水回りだけのも受付できるし、全体的なリフォームもできるということですね。あ、そんな感じですね。だから家のこと全部みたいな感じなんですけど、その中の結構ボリュームで多いのがその水回りっていう感じですね。なるほど、はい、そういう感じですね。じゃあもう本当にお家の変化を求めたい、リフォームされたいという方はもう絶対コマショーさんに来たら何でもしてくださるような感じですね。そうですね、はい、お話を伺っているとコマワシンさん、すごくお話がお上手ですよね。いやいや、そんなことないですよ。もうちょっとね、いろいろあって。お、いろいろとは何かされてるんですか？YouTube をね、ちょっとやってまして、去年の6月ぐらいから、はい、ずっとやってまして、週に3本ぐらい動画を上げてる。かなり動画の上げる頻度ももう YouTuber 並みの頻度ですね。そうですね、ちょっと頑張って現場のこととか、うんうん、僕が実際にこうなんかいろんなやってみた、検証動画とか職人さんを紹介したりとか、
だからいろんなそのちょっとカテゴリーを5つぐらい作ってそれをこう流していってる感じですね。へえ、はい、それが、チャンネル名は何て言うんですか。このコマショー TV って言って、はい、あのチャンネル名はそのコマショー TV ですね。ほー、はい、コマショー TV という、はい、YouTube YouTuber 活動もされているということなんですが、はい、まあ、こちらの、コマショー株式会社さんのリフォームに関することを発信している動画になるんですね、うん、そうですね、うん、そういうことですね。リフォームに関わることをメインでやってます。ほうほうほう、はい。じゃあ何かその中でおすすめな動画はありますか。やっぱ建築って、まあ、リフォームって例えばちょっと、どんな感じのイメージあります。なんかちょっと怖いとか職人さんとか、なんか、あ、なんか確かにちょっとコアモテな方が来て黙々とやってるイメージはありますね。そういう黙々とやってるように見えて実は結構なんか優しい人であったりとかはい、はい、面白いキャラクターであったりとかっていう職人さんって結構意外と面白い人が多いんですよ。優しい人とかでどちらかというと一途な人が多いんで、まあ、そういう人らをこうフューチャーして、あのその人だってこいつはこういう人ですよみたいな感じで、うん、あの理解してもらう。職人さんそんな怖くないですよって。おとか、もうだからその建築リフォームに対するその敷居を下げるみたいな、はいはい、作業のために、まあ、現場はこんな感じで動いてますよとか、うん、あの実際ちょっと自分で DIY でこんなやってみませんかみたいな、えそんなも動画で上げてるんですよ。あ、そうなんですよ、はい、素人さんとか初心者でもこんな感じでリフォーム簡単にできますよみたいな発信もされてるってことですか。あ、そうそうです、そうですね。最近は DIY とか流行ってるじゃないですか、はい、で実はあのそれは建築業者とかリフォーム業者に頼まんでもいいようなことは、うん、いっぱいあるんですよ。おでやり方が分かるみたいなんですか。そうですね、はい、それを分かっていただいて、うん、あの実際自分でやってもらうとすごい値段も安く済むじゃないですか。うん、そういうのも発信してます。へえ、はい、確かに自分がどこまでできるかとかもそれを見たらね、あのやってできたりとか、うん、でもここから先はやっぱりプロに頼もうとかっていう判別ができますね。そう、そういうことなんですよ。何でもかんでもその業者が全部やっちゃうとすごい高く、うん、自分でもできるのに高くかかってしまったりするじゃないですか。だからそうじゃなくて、ここはおっしゃる通りここまでは自分でやりましょう、うん、でここからはやっぱプロに頼まないとダメですよっていうそのガイドラインみたいなのはこう引くためにもやってます、はい。すごいですね。すごいお客様に優しい会社ですね。そうですね。そこは即答していただきたい。ちょっと5秒ぐらい今ね、ありましたけど。そうですね。そう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 。おー、すごい。そのコマショー TV は、はい、今登録者はどのくらいにいったんですか。うんうんうん、これね、さっきあれですけど、ちょうど今日の8時、はい、朝の8時の時点で、登録者数が1000人を超えました。ありがとうございます。300人ぐらいいますから今300人ぐらいめちゃくちゃ嘘ついてますけどねいやでもおめでとうございます。今日の8時でめちゃめちゃタイミングめちゃめちゃいいですよ。だからわあ嬉しい。最高ですよ。嬉しいですね。FM宝塚としても嬉しい所存です。皆さんぜひぜひね、そんな登録者数が1000人を超えたコマショー TV さん、実際にリフォームを考えている人、考えない人でもどんなものなんだろうっていうね、ちょっと敷居が高いと感じていらっしゃる方でも距離が近くなるような動画を、はい、たくさん上げてらっしゃるということですので、ぜひぜひ見てみてください。こちら YouTube はコマショー TV と調べたら出てきますか。そうですね、コマショー TV、はい、大丈夫です。コマショーのカタカナで TV が、アルファベットですね。皆様ぜひ、検索してみてください。さあ、チューチューさんいかがですか。なので皆さんぜひぜひこちらね、実際にお越しいただいてもいいですし、電話とか相談もしくはウェブとかでも受付ができるんですかね。そうですね、フリーダイヤもありますし、うん、あとウェブからも問い合わせもできますから、はい、気軽に言っていただいたら、はい、ということです。ウェブでもですね、コマショーと調べるだけですぐ一番上に出てきますので、ぜひ検索してみてください。さあ、今日は変化をテーマにリポートしました。コマショー株式会社の代表取締役、そしてコマチューバーのコマ走りのりひささんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。YouTube するより緊張してる。ちょっと緊張しますね。全然ちゃうやん、 YouTube だ。掛け合いだから難しい。そうですよね。ありがとうございました。終わりました。ありがとうございます。